ベイブレイズ BBZ642S の LML。 このモデルはベイエリアの、テクニカルモデル。例えばですけど、まあ、船に乗ってて、まあ、ベイドがちっちゃい時とか、港湾でもバチ抜けの、シーズンとか、ちょっとテクニカルな攻め方、あとは近距離をピンスポットで打ちたい場合っていうのはやっぱり出てくるので、そういったところで使えるモデルにしてます。このシリーズの中でも、まあ、グリップの長さが全機種統一されてますので、非常にボートの上でも使いやすい、取り回しのいい、グリップの長さっていうのを意識して作ってます。この1本、まあ、線上に持っていっていただければ、まあ、ベイトの小さい時とか、あとトップウォーターですね、トップウォーターを細かく使いたい時、っていうのに使っていただけると思います。ベイブレイズの 642S の LML、 BBZ682S の ML。 このモデルは一番、まあ、バーサタイルなモデルとして、ラインナップしています。まあ、ミノーとか、あとはバイブレーションとか、その比較的港湾部で使いやすい、まあ、20g 前後、まあ、引き抵抗もそこまで重くない、ディープダイバーじゃなかったり、しっかりジャークができるミノーだったりっていうのを使いやすくしてます。一番特徴的なのはやっぱりこのバースタイルの中でも、まあ、しっかり曲がってくれる、キャストが楽、キャストが決まるっていうところをしっかり、まあ、突き詰めて、ブランクの設計をしてますので、まあ、船の中でいくと、まあ、一番使用頻度が高くなるようなモデルになりますので、まあ、一般的に1日使えるモデル、小さいところからやや、重ため、マックス 30g ありますので、1オンスクラスのモデルも背負って、投げるような、モデルになります。 BBZ682S の ML です。ベイブレイズ、BBZ702S の M。 このモデルはベイエリアの中でも比較的、まあ、ちょっとサイズ的には大きい、まあ、120mm ぐらいの、ミノーだったりとか、 25g 前後のバイブレーションとか、ちょっと大きめのルアーを使いやすくしています。702っていうと、まあ、以前のモデルでもあったんですけど、ここは、ちょっとレングスも変えず、ただブランクも調子的にはやっぱりかなりいいアクションだったので、その辺も引き継ぎながら、まあ、バットにカーボンナノチューブを入れて、います。まあ、使い方でいくと、まあ、ちょっと開けたようなところ、あとは、まあ、ちょっとした、まあ、テトラの間とか、ちょっとパワーファイトが必要なところ、で使えるようなモデルになります。まあ、シーバスのサイズでいうと、まあ、60センチとか、例えば、60センチ以上ですねとか、あとはサゴシサワラでいくと、まあまあ2キロ以内ぐらいだったらかなり使いやすいのかなっていう感じですね。青物もかかっても、まあ、若干グリップが短いですけども、カーボンナノチューブを入れることによってバットの方が強化されてますので、まあ、まあ想定内っていうところになるかと思います。まあ広範囲だったりとか、あとは、ちょっとしたナブラがもう遠いところで起きているとかっていうところで、遠投できるようなモデルになりますので、ぜひ皆さん使ってみてください。ベイブレイズ、BBZ732S の MMH。 この機種は今までラインナップなかったです。今回追加したんですけども、やっぱり機種的にはもう遠投、あとはちょっとした、まあ、パワフルなモデルっていうところで入れてます。 P2 号、マックスが2号、ルアーウェイトでいくとマックス 50g になるんですけども、この機種でいくとスパイクのボニートクラスと、まあ、よく比較される、まあ、迷う方がいらっしゃると思うんですけども、ボニートよりも少しライトなセッティングにしています。なおかつ、まあ、ボートシーバスのモデルの中ではちょっと強めだけど、まあ、カツオとかシーラを狙っているボニートスパイク、のシリーズよりかはライトっていうところで、まあ、今まで1.5号とかで取れてなかった、まあ大きめのサワラとか、ちょっとした青物とか、
あとはやっぱりそのシリーズ的に全国で使えるようなところになってるので、沖縄のちょっとまあリーフですよね、リーフで使うような、まあ、2号クラスでちょっと本当に勝負ができるロッドっていう形にしています。まあ考案でいくと、シルエットの大きい、まあ、ベイトの大きい時ですね、ベイトの大きい時に使うようなルアーとか、あとはバイブレーションですね、鉄板バイブとかでもちょっとシルエットの長め、まあ、抵抗のあるものをしっかり投げれる、なおかつバットに、まあ、カーボンナノチューブが入ってますので、まあ、しっかりこの魚との勝負ができる竿になってます。グリップは全機種通して同じレングスですので、まあ、この辺もスパイクボニートと違いが出ますので、ライトな感じで使ってもらえると思います。ベイブレイズ BBZ682B の MLM、ベイトのラインナップになるんですけども、やはり近年ですとベイトリールの進化もありまして、まあ、軽いものから大きいものまで、いろんなものを投げれるっていう幅が広がってますので、まあ、スピニングでこうキャストしていくっていうのもありなんですけど、やはり一つベイトの利点として、まあ、手返しの良さとか、あとはキャストの精度とかっていうのはまた変わってきますので、そこを、まあ、ボートシーバス、あとは、まあ、ベイエリアのキャスティングゲームでもラインナップしようっていうことにしています。やはり例えばカウントダウンでメタルジグとかバイブレーションもしくはスピンテールとかをこう送り込んでいくような釣り、クラッチ切って、カウントダウンして、まあ、上げてくる釣りだったりとか、フォール中の当たりがすごく取りやすいっていうところがやっぱりメリットになるんですけど、その中でも MLM っていうクラスで作ることによって、まあ、そのボートシーバスのより幅広くカバーできるっていうところでラインナップしていますので、まあ、いろんなルアーを合わせたいとか、あとはゲーム性を求めてこうキャストをもうスパスパって入れたいとか、なおかつちょっとバラシはやっぱり減らしたいとか、しっかり食い込むようなティップが欲しいっていうところで、ラインナップしてますので、ぜひ使ってみていただければと思います。ベイブレイズ BBZ682B の X、このシリーズになるんですけども、主にはまあビッグベイトなんですが、まあ、2オンスから3オンスクラスのビッグベイトに、大体使いやすいところに合わせてます。で特にまあ特徴としましては、ビッグベイト、まあ、いろいろトップとかスイムベイト、あるんですけども、狙ってるところは S 字系のまあスイムベイトっていうところをターゲットに入れてます。じゃあトップができないかっていうと、基本的にはできるんですけども、このティップの入り方がっていうのがすごい特徴的で、ちょっとソフトに入るような形にしてますので、スイムベイトなんか使うときに、まあ、動きはしっかり分かる、潮のどれぐらい入って、ルアーが S 字を書いてるのかっていうのを、分かりやすくしてます。あとはまあかけたときにしっかり曲がってくれるような感じになるので、まあ、キャストがしやすくなってます。大きい、まあ、シルエットのルアーでもしっかり竿に重さが乗って投げられる、っていうところになりますので、まあ、以前の 682B の XXK と比べるとちょっとライトに振っているんですけども、その分そのスイムベイトとか、使いやすいところをより使いやすくっていうモデルです。ベイブレイズ BBZ60、まあ、ボートシーバスの中でも、まあ、ビッグベイトと言われるモデル、になるんですけど、まあ、釣りをやっててかなり特徴的というか、 150g ぐらいのペンシルを投げてシーバスがトップに出てくるような釣りになるので、まあ、やっててもアドレナリンが出るような釣りになるんですけど、まあ、それに対応したモデルになります。6フィートにすることによって、まあ、ローボート、汽水線の浅いボートでも使いやすく、なおかつそのペンシルベイトを、まあ、キレよく動かす、魚が食ってくるようなアクションにさせるように、セッティングされたロッドです。6フィート8インチのモデルと、まあ、使い分けて、いくことによって、まあ、スイムベイトと、ペンシルいう形で使ってもらえれば、まあ、ドンピシャにはまるような竿になります。
まあだからといって硬い棒みたいなような竿じゃなくて、まあ、しっかり曲がるような竿ですので、重いウェイトでも、竿でしっかり仕事をして投げられる、まあ午前午後便があったとして、まあもう一日中乗るとか、あとはマイボートの方とか、一日中投げ倒しても使えるようなバランスだったりとか、魚をかけるパワーっていうところもありますので、このモデルでしっかり楽しんでいただければと思います。